で、それが終わったら次私たちのチームのレッスンなので、ちょっとだけ間が空いているので、この間にショールームね、メールでさ合間でやりますって言ったんですけど、合間でね、ちょうどね、あの場所もね空いてたので。あ、お待たせしました。はい、というわけでちょっとなんだっけ、何の話だっけ、そう、あのね、こんな感じで、そうです、ちょっと空いた時間にショールームをしてます。前髪切ったよ、短くなった。今は違う人たちが短いのよ、見て、ほら、わかる、短いな、なんかここだけ短くなって、ここ今日癖でめっちゃ割れてんの、変なの、最悪。眼帯は今日してない。そう、今日はね、今日メイクしないといけなくてしたんだけど、まあ、このメイクも結局意味はなかったんだけど、だからそのためにわざわざ眼帯用意し、でもさ、でもほら、わかる、ここのね、メイボできてるとこだけ眼帯してないの。あ、メイボできてるとこだけ眼帯してないじゃなくて、メイクしてないの。賢いやろ、こっちはちゃんとやったんだよ。そう、なんでちょっと今日ちゃんと、なんかさ、この光だと目がグレージュに見えんだけど、見てよ、ほら、え、すごくない、え、私だけ、私だけか、なんかすごい、メイクがさ、メイクじゃないわ、目がさ、グレージュに見えない、え、ほら見て、なんかカラコン入れてる人みたいになってる、ほら目がグレーなんだけど、ね、すごい、なんか色素薄い系女子、イエーイ、すごい、なんかグレーに見える、すごい透明なんだけどね、うんうん、え、すごい、グレーに見える、すごくない、え、グレーのカラコン似合うのかしら、じゃあ渡すじゃあ渡す、グレーのカラコン似合うかしら、まあそんな甘いもんじゃないか見て、ちゃん今日のチョコレート、ダドーン、めっちゃ高そう、いや高かったん、チョレチョコテート、全然入ってないんだよ、だからね、慎重に食べないと、まだ1個しか食べてないの。めっちゃ美味しそうでしょ、じゃん、この見てよ、高級感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 、ちっちゃいし、あの、目が悪い、タワーがね、誰からかが分かんないんだよね、誰だろう、誰、教えて、誰からか分かんないんだよね、あの、さかのぼりが使えないのよ。マーニャンさん、ありがとうございます。あ、お誕生日じゃない今日、マーニャンさん、ハッピーバーン、おめでとう、今日誕生日だよね、755に帰ったね、返信したよね、届いたっけ返信、なんかさ、755あるある、返信してんだけどさ、電波が悪すぎて送れてないことがよくあるんですね。
い。はい。お邪魔します。どうぞ。何してるの？ショールームしてるんだよ。お菓子食べたい。お菓子食べてんの。いいな。いいだそう。お菓子食べたい。食べる？いいよ。めっちゃ美味しい。誰だと思いますか？いただきます。ありがとう。めっちゃ美味しそう。めっちゃ美味しい。ネギもいいよ。いただきます。うん、本当。さすがのチョコ。うん、やばい。うん。1時間もあるよ。うん、暇なんだす、うん、そう、あやねちゃんとなぎちゃん正解、そう、鬼名です。鬼名って言い方よ。鬼名です。あ、確かに二人とも髪の毛が短いね。ちなけど長いの。ヨテはずっと長い気がする。ずっと長い。もうこれ以上にビヨーンって長いか、これぐらいかの違い。ここから絶対上に行かん。ここかここの違い。そうそうそう。絶対しなさそう。ショート。うん、絶対やらない。切っても多分鎖骨が限界かな。これ以上は切らんね。確かにヤギマスクに何かついてない？え？なんかついてんね。え、本当だ。え？なんかついてる。化粧ついてる。え、化粧じゃない？あ、チョコかもしれない。待って。今私チョコパウダー。うん、それだ、ココアパウダー。絶対そうだ、ココアパウダーついた。よう分かったね、ファンの人も。確かに。よう分かったね、すごい。うん、やだ。これからレッスン長いのにさ、うん、大丈夫だよ。わかんないか。うん、わかんない。そんなね、マスクのね、あれ見てないよ、ね、うん、大丈夫です。一瞬ブラウンのアイシャドウかと思った。そこがついた。違うかったね。二人は伸ばさんの髪の毛。伸ばせないかな。1、2年は。お、うん、なぎちゃん切ったばっかだからね。いや、で切ったばっかって言って割と経つくない？1年くらい。そっか、確かにね、うん、確かに確かに。で、ね、短くするとの方が楽っていうよね、うん、本当に楽は楽。そうだよ、うん、そうだよ。え、でもさ、寝癖とかひどそう。あ、なんか、ね、髪が四角くなるようになった。あ、こう、ここね。こういう感じですか。わかる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 。これを直すの大変。あ、確かに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 。うん、大変かも。割とロングだとさ、うん、ここがさ、こうやってさ、跳ねとってもさ、もうこのままできちゃう。うん、前髪だけやって。長いのはそこが楽だよね。そう、確かにね。まあ、洗う乾かすがちめんどくさいけどね。うんうんうん、それぐらいじゃないかな。うん、朝が楽よね。うんうん、え、そう思えばさ、うん、黒くなったね、髪の毛。え、黒くなったでしょ。確かに、うん、あれ前会った時さ、もっと黒くなかった？あ、本当に？あ、違う、気のせい。確かに。え、わかんない。カイトのイメージしかないからさ。そうなんか、え、今見て黒っと思って。そう、そうなの。なんか普通の髪色になった。普通の髪色になってる。普通じゃん。そう、普通。どうした？普通なのよ、どうしよう。どうしたの？舞台もうやだ。舞台で普通にしたの？かけないよね、ずらだもんね。なんか、もうあの明るくしたいって言って、うん、ブリーチしたいですって言ったの、うん、ちょっと頭皮が耐えられないかもしれない。マジ？うん、結構マジ8回ぐらいしてるから、うんうん、え、うん、やばっ。ずっとハイトーンだもんね、結構。だって、うん、そっか、うん、で、なんか真面目で暗くしたり。あー、知ってたね。1回暗くしたからちょっとね、休憩しなって。そういうこと。頭皮を、うん、そう、だから普通の髪になってるよ、今。普通だよ。死んでる感ないけどね、うんうん、ツヤツヤだよ、うん、そうなんだけどね。トロトロです。そうなんだ、うん、お休み期間なんだ今。普通の髪です。普通の茶髪っていうか、うん、ちょっとミルキー寄りな茶髪みたいな感じ、ね、そうなんだ、うん、何色なんかよく分からんけど、うん、確か
どうしよう、いっそのこと黒にしたよね、ここまで来た。ああもうね、逆にね。でも抜くの今度大変じゃない、そしたら、うん、そうなんよね、倍死ぬでしょ、髪の毛やばいじゃん、死んじゃうよ。そうなんですよ。すごいね、8回ぐらいもよく、逆に頭皮がよく耐えられてる、うん、ね、よく頑張った、ね、ありがとう、頭皮頭皮、うん、ね、やばいよ頑張れ頭皮頑張る、ありがとう頑張れ頭皮はやばい、ね、大変大変。なぎやもう黒、黒なんかもうめんどくさくなっちゃった。やっぱそうだよ ね、 染めるとそれがね、ね、確かに確かに、ケアも何もしてないだろう、髪の毛も、楽じゃない、やっぱり、うん、楽、うん、染めてるとさ、何もしないが一番のケアってそこあるよね。そう、めっちゃめんどくさい、ね、プリンになったらさ、いかんといかんじゃん、うん、脱色し、うんうん、それめんどくさい、ね、ようにいかないもんね、うん、いかないうちマジでいかない行かなくてもね、うん、綺麗だからさ、全然めんどくさいんだよね、行くの、うん、貴重なバージンヘアですよ、イエーイ、エイトの中でもそうだよね、え、誰がいるんだろうね、なんかその、あの学生は省いてよ、学生は黒じゃないとダメじゃん、そもそも学生じゃなくて、うん、ルンバ、あーそうだ、ルンバね、いたわ、最強がいたわ、そこに、うん、カレンちゃんとかじゃん、あとあカレンちゃん、確かに確かに、染めてないんだ、うん、誰だろうと、あとミッサーもじゃない、それ、あ確かに確かに、でもまだミッサーとかカレンちゃんとかは学生、あれ、うん、高校卒業した、そう19歳、うん、あしたてだからね、うん、遊びたいのはこれからじゃない、そう、ね、どっちかっていうと、うんうん、確かに、多分みんな成人式は黒髪で迎えるでしょう、そうね一回ね落ち着かせるよね、そうそうそう、みんな大体、確かに確かに、え、じゃあもうみんなさ、うん、学生終わって、うん、もうある程度してる人一回みんな割と派手な感じになってるよね、してるしてるね、みんな一回色が変わって結局やっぱり黒髪だなみたいな感じで落ち着いてる、うん、大学生みたいだね、本当にそうそうそう入ったから染めて、うん、いいで就活近づいてくるとみんな黒くなってくるみんな臭いんだよね、なんてね、それな、だんだん大人になると機能性をね求めてくるから、そう確かにそうそうそう、ね、ファッションとかもね変わってくるからさ、うん、そうそうそう、派手髪ってなると合わせづらいしね、意外だと、ゆいちゃんもあ、そうだ、ないね、うん、確かにそうだそうだ、ゆいゆいも染めてないもん、うんうん、すごい、え、じゃあエイトで一番年いって染めてないのうちじゃない、そうだよ、何この3、よくわかんないけどダッサダッサ時代を感じる、これに5年3組だからさそうそうやばい、恥ずかしい、ちょっとした時にヨウがこういうね古いちょっとねえ、そっか、手触りが違うもん、うん、もうやばい、染めるのか、もう染めるのはめんどくさいからあれだな、つけるな、染めるならば、うん、つけ毛、そうだね、うん、もう取ればいいだけ、うん、カラーをつけるね、したとしてももうここだけだな、うん、切ればいいだけ、どんだけこう伸びてもさ、うん、変わらんじゃんここは、そうだね、そう、うん、手入れしなくていいように、横山最初横山、うん、今もうさ横ちゃん全部染めちゃってるけど、初期の横山、初期の横山、なぎちゃんが寝る体勢に入った、寝たいって言ってたもんね、ずっと、あ、おやすみね、人がいないって、そうね、もうあそこ人がやばいからね、先輩の人の多いとこ好きじゃない、わかる、田舎育ちあるあるじゃないそれそれ田舎育ちは人が多いに慣れてなさすぎて人酔いしちゃ う、 最初とかマジで人酔いしてた、あの電車とかで、あ、だってあんなに電車パンパンなことないもん、うん、自分のとこ、そうだよ、ね、マジで酔っちゃう、渋谷とかマジでやばかった、ええみたいになっちゃう、もう慣れましたね、もう慣れたね、だってもう、だってうちら AKB 入ってもうちょっとで8年よ、やだどうする、え、怖いんだけど、怖いよ、8年か、怖いね、うん、
8年はやばいよ。8年か。へえ。8だね、8。ね、8周年どうするんだろう。うん、今若干やばいよね。うん。なんか怖いね、もうまた最近。うん、なんならさ、新旧コンサートカップリングできんのかね。うん、うん、あー、本当にこれできてほしいね、ほんとマジで怖い、うん、なんかもう結構中止のコンサート今までもさ、いっぱいあったよね、うん、あったね、マジで怖い。怖いね。めっちゃ怖い。しかも、うん、今回は自覚症状ない人がいるから、うんうん、自覚症状なくての、うん、こう仕事で会って、ね、うつっちゃって、うん、その人は発症したけど、うん、元の人は発症してないパティもあるからさ、なんかもうどこが感染源か分からなさそう。そうだね。そうなってくるともう発生するかしないかの、そうそうそう、もう体質だよ、ね、その人の。どうなっちゃうんだろう。怖いよ。怖いよ。でもオミクロンは軽症なんだもんね。うん。一応ワクチン打ってるから軽症なのか。ああ、なるほど。そう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 。そうそう。いやー。何がきつい、まあそれはなんかね、コロナさんは割ときつかった、症状的にもきつかった。ああ、そうだ、そうだよ。けどね、一番きつかったのはメンタルかな、うん、メンタルね。メンタルが一番きつかったかな、ね、どっちかっていうと、うん、間違いない、うん、もう40度の熱が何日も続きましたけども、うん、やばマジで死にそうだったですけども、うん、何よりもメンタルが一番辛いかったかもしれない。あの時はねあの時はね、本当にそれはそうね、ほんとみんな気をつけて、ん、気をつけて気をつけて気をつけて気をつけ、おかちゃんよ。うなぎちゃんちのキツネ見た？見た。めっちゃ可愛かった。可愛かった。キツネと、え、本当にマジで。え？と思って最初さ、うん、犬かと思ったの。そうそうそう。キツネじゃんと思って、うん。キツネいるやんと思って。すごいね。普通に庭にキツネいる光景ってなかなかよ。本当にもう、ね、ずっと見ちゃうこれ。でもね、いつもね、うん、私の家の庭が、うん、キツネの通り道で、足跡あって。可愛い。でもあんま良くないのそれ。あ、そうなの。そう、病気持ってるから。あー、そっかそっかそっか、ね、初めて見たね、寝てるとこ。すごかったよね、マジで。本当に可愛いんだけど。だってもう家じゃん、ね、この子の家じゃん。安心しすぎやろ、うん、あなぎちゃん家だ。可愛い、やばい、すごいね、キツネか。キツネはあんまり見、タヌキはよくいるけど、その辺に。タヌキいるんだ。いるよ、だってさ、道路走ってタヌキトトトトトってたまにない。タヌキが急に出てくるっていう。うわー、小タヌキさん。そんなことない。そう、マジか。タヌキはあるんだよ。西はタヌキなのかな。いや、わからんよ。北はキツネね。そう、あるよね。そうそう、タヌキさんね。でも言うてそんなまじまじ見たことないな、顔面。タヌキとかキツネの、うん、ね、こうやって、うん、あんまりないな。ね、確かに。イタチ、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 イタチってもうナルトのイタチしか出てこないんだけど。本当のイタチって何なの？イタチさん、動物でしょ？イタチはあれじゃない？アライグマみたいなやつ。え、違う、なんかあの細い、細い細い細いやつ。何、モグラみたいなの？え、じゃあ細、ほら、え、可愛いんだけど。可愛いよね。イタチこれだよ。え、イタチこれ、イタチこれだよ。もともと、え、可愛い、可愛い。
かわいいね。かわいいんだけど。え、先生はこれを元にイタチを描いたの？そういうわけないか。そう思うとちょっとあの、ね、内容変わってる。え、かわいいじゃん。かわいい。超キューティーな顔してんね。本当にかわいい。え、かわいい。やだ。え、すごいビジュアルいいじゃない。やだ、かわいい。かわいい。わあ、かわいいね。え、すごい。あら、そんなビジュアルだったのね。そうだね。かわいらしい。かわいいですね。え、最近こういうさ、イタチとかさ、うんうん、なんかちょっと違う動物流行ってない？流行ってる。流行ってる。TikTok とかめっちゃ見かけるんだけど。そうフェネックとかさ。うん。ちょっとかわいいよね。よく見る。あと、うん、アヒルとか。ね。よくね、飼ってる人見る。豚とかね、子豚ちゃんとかね。そうそうそう。すんごい。大変そうだよ、いろいろと。そうだね、うん、大変そう。この子見る。なになに？ショーガラゴ？かわいい。ちっちゃい猿みたいな。かわいい。あ、まつげ抜けた。え、あ貴重なまつげが。さよなら。さよなら。おつぎちゃん。おつぎちゃん。イタチは近づいたらダメ。あ、そうなんだ。あ、そうなん？ええー。ええー、そうなんだ。で、ワンちゃん飼ってるもんね。うん。そう。いいな。かわいいのよ。本当に。本当にかわいい。癒しですな。あれでしょ、さくらさん飼ってるんですね。カメね。そうカメ可愛いけどさ、うん、なんかモフモフしてみたいっていう気持ちがある。分かる、うん、カメ可愛いんだけどね。そうなんだよ、鑑賞じゃん、うん、あれって。そうさ、ワンちゃんとか猫ちゃんはさ、うん、いや、まあ、カメにも感情はあるけど、うん、その感情の感じが違うよ。うん、ワンちゃん嬉しいとかフリ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 みたいなね、モフモフモフベロベロベロみたいな。可愛い。背が可愛い、うん、抱っこできるし、ね、そう、うん、カメも抱っこできるけど、まあね、抱っこの仕方がね、こうなんかどうしたらいいんだろうみたいな。ペチョッあ、ちょっと生臭いなっちゃうから、なっちゃうからね、うん、そう、将来はね、絶対ね、ワンちゃんを飼いたい。うん、絶対飼う。大会な。なんか理想なのはさ、うん、ワンちゃんと赤ちゃんがさ、うん、仲良しなのさ、分かる。めっちゃ理想なんだよね、うん、なんかそういうの TikTok とかでよく見るんだよね。わは、うん、ーってだって癒される、ね、いや、赤ちゃんと動物は強い、うん、ね、うん、本当に癒し対癒し、うん、でなんかワンちゃんが猫ちゃんを、猫ちゃんじゃない、ワンちゃんが赤ちゃんを大切にしてる感じとか見るとさ、うん、なんか、うん、僕が守るぜみたいなさ、そうかわいいよね。めっちゃいいと思う。すんごい幸せな家庭ね。よいよ、経済力に余裕がある、うん、ないとダメだね。そうだね。ペット家じゃないとね、うん、今日はどなたか誕生日でした。え、そう、メンバー誰が誕生日だった？分からないよ。そんなことあります？いや、分からん。今日何日目ですか？何日だっけ？千お、すご、千千、わからない、わかんない、もうわからない、うん、ありがとう、うん、わかんない、数えてない。もうここまで来たら、うん、数えない、1569、でも絶対そんぐらいだよね。1587だって、すごい、すごっ。
すごい、5年ぐらいやってるってこと。そう、高3からやってるからね。やば、偉すぎ。やばいよね、すごいね、もうプロやん。いや全然よ。高3から、うん、そう高3、うん、間は何日？何日？え、私の最高記録は14日、うん、待って、2週間とか。そう、14日。そう、14日はやばいな、うん、毎日アイドルね、なかなかね、むずいよね。なんかさ、うん、このレッスンとかさ、うん、そのさ、うんうん、移動含めのさ、続いたりとかするとさ、うん、え、どこでやろうってなるよね。あー、そうだね。スケジュール見て、え、今日ショールームはどこでとか、なんかそれこそ昔はさ、22時までだったから、うんうん、22時まででに帰らないと。そう、私22時までで、うん、まあ、どっかでやんないといけないから、レッスンがあったとしても1日、うんうん、どうしようみたいな。そしたらもう朝やるしかね、うん、いや偉いよ、うん、ショールーム中心ね。確かに、そう、ショールーム中心偉いし、もう特技だよね。もう一種の、そう、一種の才能だよね、もう本当に。うん、そのみんな千日とかさ、うん、続けてる子たち本当にすごい。そうだ、まあね、うん、ビルの屋上でやってましたよ。どういうこと？どんなとこでやってんの？すごいね。そうだね、大西が一番最初に始めたからね。おお、確かに。そうそう、うちもうね、うん、3回ぐらい途切れてんの実は。あ、そうなの？そう、なんかね、15分じゃん絶対最低、うんうんうん、うち5分とかしかしてない日があって。へえ、そうだ、それ入れたらね、うん、本当はもっといってる。え、2000日ぐらい？それはいってないけど、うん、多分、うん、もうちょっといって、多分あと200ぐらいはいってる。あー、惜しいね。そうそうそう、惜しいってか、もったいな。そうなの。で、その時はさ、チケットとかない、ない、ない、全然ない、ね、チケットってもう最近だから。そうだよね、始まったの、うん、そう、その時はだからもう15分できなくて、もう5分だけやって、うん、みたいな。そう、カウントはされないけど一応毎日やってるみたいな。あー、 それもカウントしてよ。そう、5分だけとか入れたらもっと長い、200、あと200日ぐらいね、多い。そうそうそう、毎日間切れたけど、うん、一応配信自体は毎日、うん、高3ぐらいからずっとやってる。すごい、じゃあもうもうすごいね。そう、めっちゃ長い。いや、6年近くじゃん。そうなのよ、なんでそんなにやってんだろうね。すごいよ、すごい。ほんとに大西が一番長い。そう、大西が一番最初に始めたから。そうだね、大西、順番だったんだ。大西で、その次は奈緒ちゃんだったの。うん、そうだ、そうだ。で、うちだった。うん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 。長さで言ったら。なんか、陽ちゃんと大西はショールームの人っていう。そう、うん、ショールームね。イメージある。やってる。うんうんうん。奈緒ちゃんね、元気かな。そうね、元気かな。うん。こっちゃん、こっちゃん、あ、こっちゃんもやってた。こっちゃん元気かな。ね、何してるんだろうね。うん、ショールームから賞もらってるしな。あ、ね、なんか賞もらってたよね。あ、私？ショールームアワードみたいな。うん、ね、いいね。そうなの。
東日本は頑張んない。確かに西ばっかやってるわ。確かにね。あ、確かにね。本当だ。誰なんだろう今東でやってるの。確かに誰がやってんだ。でもゆうなとかがもうすぐ1000行くって言ってたの。おお、そうなんだ、そっかそっか。小田もさ、なんか やってたよね。そうやってる、結構2年ぐらいやってる。そうだよね、スタジオ や,、うん、やって、そうそうそう、みたいな。毎日アイドルで、なんかその次の日がまたなんか配信できなかったか、なんかあれだったよね、うん、あ、そうなの。うん、でも今はね、ワンチャンね、うん、まあもう本当は使うのはあんまよろしくないけど、うん、どうしてもだったらチケットがあるからね。あ、そうそうそう、チケットね。昔みたいにね、なかったらね、うん、多分きつい。今もうね、あんまり使うのはね、よろしくないと思う。だってそれ毎日の意味ないじゃん。毎日じゃないし、毎日やってないから、ね、そう。あんまよろしくないけど、うん、まあもう本当に例えばもう、じゃあまあ普通に元気に行ってて、うん、バタンって言っちゃった、うん、あーってなったらもう仕方ない。それはもう仕方ない。あーってなっちゃったら、そう、それはしょうがない、仕方ない、うん、だからなんかもう例えばもう5時前から仕事で、うん、もうやるタイミングが24時まで一切ないとか、うん、あー、それは、うん、それやばくない、その日。うん、やばいね、死ぬねそれは。死ぬね。いやー、すごいね、すごいわ。とかなったら、うん、チケットを使う。それもね、仕事が一番はね、うん、このアイドル業が一番だから、うん、もしね、その5時前に終わるのが24時の時がいたら、うん、使うのは仕方ないと思う、うん、それはね、仕事優先だから分かってほしいよね、うん、ね、うん、そうそうそう、確かに5時から12時だもんね。そう、まあ、年齢によっては22時だけど。あー、そうね、22時で毎日会えたら本当に厳しかった。うん、だってさ、レッスンさ、22時に終わってたりしてたじゃん、昔普通に、うんうんうん、過ぎたりしてたから、うんうん、で結構さ、昔ってさ、うちらもダンスがまだ全然だったからさ、うん、長かったじゃん、1回のレッスンが、ね、だからほぼさ、うん、1日がさ、埋まるじゃん、抜くこととかなかったしね。そう、だからね、めっちゃね、大変、確かに。もっと成長したね、うちら。そうだね。レッスン巻くようになったもんね。そうだよ、もうさっきまで巻き巻き巻きしてたからね、うん、5分10分で終わったよね。終わるのよ、びっくりしたわ、うん、やっぱ持ち曲だと早いね。そうだね、やっぱね、うん、もうやってきちゃってるもんね。そう、大体でさ、わ、うん、かるじゃん、うんうんうん、なんかポジションが変わってもさ、うん、振りは大体わかるじゃない。わかる、だからあとはもう立ち位置覚えて、うん、細かいとこパパって見れば、そうそうそう、だいたいできる、ね、そう、8曲はね、うん、いける。そうなんですよ、そうそうそう、ふくふくキャンペーン、何それ、何ふくふくキャンペーンって、新しいキャンペーンのやつ。あ、なんか来てたね、なんだっけ、なんかさ、20万ポイント、あ、あれね、30万、50万ポイント、はいはいはい、50万ポイントってやばくない？すごいね、なんかなんだろうね、50万ポイント貯めるのにね、どんだけだよ。え、50万ってどうしたら貯まるん？え、なんか貯めない方がいいと思う。え、っていうかさ、うん、なんかもうね、50万はね、うん、すごく申し訳ない。え、申し訳ないし、その分だったらプレゼントとかの方が嬉しくない？ね、欲しい。そう、ね、え、その分で本当に欲しい、うん、例えばじゃあこの服が欲しかった、うんうんうん、プレゼントでくれる方が嬉しいわ、うん、それだっていらないよ、20だってこんないらなくない？こんな50万ポイントいくと、うん、なんかすごい、結構、あ、50万ポイント、ね、これはね、うん、うち買おうかなってずっと迷ってんだよね。そう、いや、でもこれはなんなら、れば、ね、そう、日柄で買った方が早い。普通に、うんうん、普通にぶっちゃけね、うん、てかぶっちゃけ普通に多分これだったらさ、うん、これ投げるんだったら多分、うん、そう、舞台とかの無制限の時のプレゼントでくれた方が絶対安くつく。で、50万ポイント貯めるならみんながどんだけ頑張んなきゃいけないんだって話よね。そうだよ、本当に、うん、なんかそれなんだったらマジで握手券、うん、握手券、お話券1枚でも多くかって、え、それ完売させてくださ い、 そ、 い、 い、うん、そっちがいいね。完売させてくれ、それがいい。そ
そう、うん、いやでも50万はマジで申し訳ない。今今回のが最高で50万なのかな、多分、うんうんうん、50万はね、うん、申し訳ない。なんか普段皆さんに、うん、あの20万のお肉とかはさ、うん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 、なんかさ普段買わないものとか大福とかさ、そう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 、なんか普段買わないものだから、うん、なんか皆さんがねご好意で投げてくださって私たちゲットできるけど、うんうんうん、50万はちょっとね、ちょっとさ50万をなんか、うん、これ欲しいんだよねって言えない、言えない、言えない、うん、ちょっとマジで申し訳なくなる。うん、ね、そう50万円でポイントね、そうポイント、そうそうそう、ポイント、それはね申し訳なくなる、うん、お肉とかだったらちょっと食べたいな。そうそうそう、お肉とか ね、そうだから A5 ランクとかさ、うん、どこで買ったらいいか分かんなかったりするやつはさ、そうよかったけど、最近そういうんじゃないもんね。そうな、うん、ちょっと食べ物が好きなのでそう、ね、食意地がすごくて、お肉って言われたらね、そうちょっとお肉お肉だってなっちゃうけど、そう結構そうそうそう、もちろんそんな感じ、なんかさ、うん、結構もちろん若かったなって思うのがさ、うん、みんなでどっか食べに行こう、うん、お肉だとかスタッフさんとかでさ、うんうん、打ち上げどこ行ったら肉みたいなさ、うん、そうそうそう絶対もう肉しか買ったのね、肉って焼肉とか言ってた、うん、肉行ってたわ、懐かしい。もうね今は最近さ地方にも行かなくなったしね、うん、イベントでみんなでご飯も行きづらくなったし、ね、そのコロナもあったからさ、うん、もうここ2年ぐらいとかはさ、うん、みんなでっていうのがないから、うん、懐かしいあの時代が、うん、みんな何食べたい、お肉お肉みたいな、うん、肉肉みたいな、コンサートあって打ち上げみたいな、うん、イエーイみたいな、あったね、やったみたいな言っとったけどね、うん、懐かしいね、懐かしい、あったね、その時代が戻ってくるといいな、うん、またね、うん、みんなと気軽になんかご飯行ったりとかができるようになればいいの、うん、そうね、だってさ、うちらもさ、うん、うちらさ、結構よく行ってたよね、うん、ご飯、そうそうそう、プラスアルファと誰かとかで、うんうん、行ってたよ、そう結構さ、うちとあやねとさ、うん、大西はさ、絶対いたよね、うんうん、そう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 割とね、呼ばれたら行きますみたいな、ね、そう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 、呼ばれたらね、フッカルだから行くんだよね、うん、意外とねね、行ってたね、昔、うん、劇場終わりとかもね、行ってたもんね、あ、行ってたね、出たよね、行ったよね、元気だったね、うん、元気だった、この後ご飯行こうってご飯食べに行ってた、元気だったな、元気だったよ、懐かしい、今結構みんなダッシュで帰るしね、そうなんだよね、わかるけど、でもやっぱうちは昔みんなでそうご飯行ったの楽しかったからな、うん、行きたいな、って思うよね、やっぱりご飯行かないとさ、喋んない子とかもいるからさ、そうそうそう、しかもみんなね、なんかあの頃はさ、うん、みんながまださ、うん、子供だったからさ、うん、行ける人も少なかったじゃん、うん、なんかほんと5人とかだったよ、うん、あの頃って、うん、でもみんなもうさ、大人になったから、うん、そのなんていうの、なんかね、その未成年の子がいるとさ、場所が限られてくるじゃん、うん、あの時間帯とかだと、うん、そうだね、でも大人になると、なんか、うん、たとえ飲まなかったとしても入れるから、うん、年齢的にね、そう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 、すごいお店選びがねとっても楽になる、楽ですね、ね、そうそういやまた行きたいな、みんなで行きたいな、本当に早く行けるようにしてくれ、うん、ほんとふぅ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 、早く早く、目乾燥、目が乾燥、うん、今日もすっごい乾燥するんだよね、なんでだろう、やっぱさ最近乾燥すごいよね、やばい、ほんと東京はマンボウだっけ、そうだね、てか結構マンボウじゃない、うん、全国的に、うん、やばいよ結構、うん、どこがマンボウか分からんけど、トイレのことになってるけどね、そうそうそう、これはね、どこ県だからとかじゃないの、マジで、うん、本当にもう、全
全世界で全世界、はい、そう全世界今すごいさ、コロナさもう収まるじゃんっていうさ、うん、空気出てなかった。出てたね、出てた。やっぱさ、うちらも進化するけどウイルスも進化するねマジで本当にそうなんですよ。ウイルスもやばいってなったらテルルルテルルって進化してさ、うん、新しいオミクロンでーすって出てきちゃう、みたいな。なっちゃうから本当にね、やめてほしいよ。ダメダメやめてほしいよ。ダメダメ。いやパターンからいくと今回は2月中に収まる。へえ、そうなんだ。いや分からんよそれは、うん、分からん、ね、だって今回のちょっと手強い人じゃん、うん、そう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 、オミクロンさ、うん、でもオミクロンよりさインフルの方が重症そうだねな気がしない。確かに症状的にはだよ。なんかもうこの時期さ、うん、コロナさん流行りすぎてさ、うん、インフルがさ流行らんかったね全然ね。毎年インフルで、ね、学級閉鎖だって言ったのにさ、うんうんうん、なんか全く、うん、全く、うん、みんな予防をちゃんとしてるからさ、うん、インフルがね全然だった。そうニュースでインフルエンザって聞かなくなったもん。やばいよ。だってこれからさ今まではさ、うん、インフルだけすごい気をつけとけばよくてさ、うん、予防接種打ったりしてたじゃん、うんうんうん、これからコロナも打ってインフルも打ってってやばいね、うん、本当に人間ってそんな耐えられるもん。いやどうなんだろうね。なんかインフルとコロナが一気に来るのを、うん、フルロナフルロナ感染っていうらしいよ、きついじゃん。インフルとコロナのロナで、フルロナ感染。おしゃれだね、なんかおしゃれなお菓子みたいな ね, ね感じするよね。おしゃれになっちゃってるよ。それはやだな。よ、落ちました。うちらもおった気がする、インフル。インフル、うん、インフル、うん、ちっちゃい時打った気がする。あれ、あの時なかった？なんか、自分で打ちに行くか、ここ来て打ちに行くかみたいな。いや、一応握手会の時でしょ。あ、あれか、じゃあ毎年打ってたわ。そう、うん、あれね、あの何に使うかわからないカメラさんが。あ、そうなんだよ。あれ何に使うんだろうね、そうそうそう、マジで。本当わかんない。みんなが注射打ってるだけを撮る。そうそう。あれはどこで使われてたんだろうね。どこで使われてたんだろうね、本当に。映像倉庫とか、あの時映像倉庫なんてあったっけ、ね、なかったよね、まだなかったね。だってコロナになってから映像倉庫、そうだよね、始まった気がする。うん、映像倉庫ね。あ、AKB、 あ、 AKB 賞だ、そうだ。あ、そうなんだ。 AKB 賞だったね。へえ、うん、そっかそっか。 AKB 賞も懐かしいね。あったね、あったね、うん、懐かしいですね。懐かしい。年を取ると過去をよく振り返るわ。いや、ほんと懐かしいってなっちゃう。やだ、やばい。でもなんかもう今はもうご飯も行かないから懐かしかったねって語るとこもないよね。そう、場所もないもんね。う、うん、いや、こうやってレッスンで集まらったりしない限り、うん、そう、みんなと会わないから。そう、みんなと会わない。懐かしい。何時？おもうちょっとだ。よし、じゃあちょっとランキング、うん、もうあとちょびっとでね始まりますので、うん、私たちのターンが来ますね。ランキング読みますね。13位キリアさん、うん、12位光 400X さん、11位おかやんさん、10位サングラスのおやじさん、9位ナッティさん、8位ヤングさん、7位ツッチーさん、6位近いしーさん、5位地道の走り屋さん、4位ヨッピーさん、3位春太郎さん、2位タカさん、そして今日の第1位はマーニャンさんで、いつもありがとうだった、ありがとう、お誕生日おめでとう、そしてタワーありがとうございます、ありがとうございます。イエーイ。というわけで私たちはこれからレッスンが
ドドドッとありますね。今日は長いぞ。長いぞ。頑張るぞ。頑張ります。頑張るぞ。というわけで見ていただきありがとうございました。ありがとうございました。バイバーイ。なぎちゃんもせやせやしてます。イエス、頑張ります。バイバーイ。